よし、perfect time。OK。じゃあステッカーを。はい、できました。いやー、この光景、胸が熱い。マジかっこいいな、この2台で。今回はこちらのメルセデス C11、 前回はこちらの CLK GT-R で速度計測してみたんですけど、タイヤがビヨーンってなったりフライアウェイしたり、なかなかいい感じに測れなかったので、この C11 だったらギア比もほぼ同じ5対1、さらに 2WD なのでフロントをがっちり固定できる、その上スポンジタイヤ、これならいいスピードを記録できるんじゃないかなということでやってみようと思います。でまずはですね、ノーマルの状態で5対1っていうギア比なので、そのままでも十分速いんじゃないかなということで、一旦はですね、キット付属のスポーツチューンモーター&ニッカドバッテリーで大体どんなもん出るのか、まずはやってみようと思います。大工、実はですね、前回のテストでこのスピードチェッカー壊れてました。本来こんな感じでスムーズに回ってくれるんですけど、焼けた。まあ、ここはおいおい交換していくという感じで、今回はこのローラーは使わない状態でセッティングしてやっていこうと思います。ちょっと前回頑張りすぎちゃいましたね。ちなみにですね、まず使用するメカ類ですが、 ESC はクイックラン1060、モーターはキット付属のスポチュン、そしてバッテリーは 1600SP でやっていこうと思います。さあ何キロ出るかな、行ってみましょう。いいな、すごっ。もう一回行ってみようかな。キロになりましたね。いや、加速の滑らかさもすごいわ。これモーター鳴らせばもうちょっと速くなりそうだな。よーし、じゃあこちらリベンジセット取り付けていこうと思います。はい、ということでリベンジセットに交換しました。でちょっとメカ類の配置を工夫しまして、本来バッテリーを乗せる部分にメカ類を乗っけてます。で逆にですね、前側にこのショートリポがシンデレラフィットしたので、前側にバッテリーを乗せました。そしてですね、仮にタイヤが弾け飛んだ時のためにボディとウィングは外してやっていこうと思います。 3.5 ターンの回転数にこいつは耐えれるのか、やってみましょう。では行く。めっちゃ速いなこれ。原因これですね。タイヤがちぎれとる。でもまだいけそうな気がするので、もう1回だけやってこのマシンが壊れないうちにやめようと思います。いやー怖いな。タイヤがやばい。タイヤがやばい。破片が吹っ飛んできた。これもう完全にクラック入ってパックリいってますね。スポンジタイヤだとこんなんなるんだな。でも案外タイヤだけで済んでよかった。はい、決して真似しないでください。ということでですね、タイヤがもう限界なので今回はここまでにさせていただいて、でもですね結構びっくりするぐらいのスピードが出たのでよしとしましょう。作りたてのマシンが壊れるのは心が痛いので、今回はこの辺りでご勘弁いただければなと思います。ただですね、スパーギアとかの駆動系も全然傷んでないので、もうちょっといいタイヤを履けばもう少し先が見えるのかもしれないですね。やっぱ実際走らせたいな。ちょっとその辺りも考えていこうと思います。終わりー。